皆さんこんにちは、近藤です。今日はスポーティーでしかもエレガントなジャケットをご紹介します。ジャケットを作るためには基本的に4種類のパターンメイキングの方法がありますね。今日はそのうちの一つ、パネルラインを使った方法をご紹介します。襟は剣襟で細身に作ってあるので現代的で若々しいです。シルエットは細身ですが、メンズの雰囲気をどうしても出したいのであまりタイトには作っていません。ぜひこのシルエットの作り方、皆さんも試してみてください。それでは始めましょう。